女優の芦田愛菜、18、と俳優の鈴木福、18、が2日、テレビ朝日、サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん、で共演した。二人は共に6月に誕生日を迎え、新成人に。この日は、新成人おめでとう2時間スペシャル、として放送された。二人は2011年にフジテレビ系ドラマ、悪者を着て、でブレイク。NHK 紅白歌合戦に出演するなど、活躍した。番組では収録前にスタジオで二人が顔を合わせるところからオンエア。テレビでは4年ぶりの共演で、照れまくり。鈴木が、最近どうですか、と語りかけると、芦田がもじもじ照れ笑いを浮かべる様子に、三度の伊達みきおと富澤たけしは、ダメだな、と見るに見かねて割り込んだ。ある、伊達から、話尽きないでしょ。話しなよ、と促されても鈴木が、なんかあったかな。テレビで見ているんで、と芦田を見ずにトーク、硬いし、と突っ込まれていた。鈴木は、愛妻ちゃんが頑張っているところを見ると、僕にも刺激になる、と話し、芦田は、鈴木は、大人になったな、としみじみしていた。